875のオスミシュガンアベニュー、旧名ジョン・ハンコック・センターは、アメリカ合衆国入りのイシュ周シカゴ市にある超高層ビルである。建築設計会社、スキットモア・オーイングズメリルの構造技術者、ファズ・ラー・ラーマン・カーンにより設計された。シカゴでも、ウィリス・タワーと並ぶ代表的な高層建築物となっている。所在地は、 市の繁華街、ノース・ミシガン・アベニュー875番地。100階建ての超高層ビルは1969年の完成当時、シカゴ1の高さで、ニューヨークのエンパイア・ステートビルに次ぐ、世界2位の高さだった。2009年現在では、ウィリスタワー、トランプ、インターナショナルホテルタワー、アオンセンターに次ぎシカゴ4位で、全米5位の高層ビルである。ビルの用途は、 オフィスと商業、他700個ほどのコンドミニアムがある複合用途で、これらのコンドミニアムの中には、世界一回数の高いところにある邸宅も含まれている。ビルの名は、このビルの開発業者で、テナントでもあった、ジョン・ハンコック生命保険にちなんでいた。ジョン・ハンコック生命は2013年以来、ビルオーナーとの間の命名権契約は、結んでおらず、 2018年2月にはビル名からジョンハン・コックの名を直ちに取り下げるよう要求した。ビルオーナーはビル名を所在地の番地にちなんで875ノースミシガンアーベニューに改名している。ビルの95階にはシカゴでも有数の高級レストランザ・シグネチャールームオンザ95スフロアがあり、客はミシガン港を眺めながらの食事ができる。 94階には一般向け展望フロアがある。ハンコックセンターからの眺めや、その展望施設は都心の反対側の金融街にあるウィリスタワーと双壁をなす。展望フロアにはシカゴ市に関する展示や各方向に見えるものを解説した地図などがあり、展望フロアの一部は金網で保護された屋外になっており観客は、 地上314メートルの風を感じることができる。44階にあるスカイロビーにはアメリカで一番高い木材橋にある屋内プールがある。ジョン・ハンコックセンターは縦横や X 字型の分厚いフレームが剥き出しになった独特の外観が特徴である。これは建物を支える構造台を隠さずそのまま。 デザインとして、外に出す構造表現主義建築の一例であり、外観を見れば、この超高層ビルの重さを支える、チューブ構造や鋼鉄フレームの存在を感じることが、できる。ビルの外側に配したフレームで、筒状の構造体を作り、全体を吊るして支える、チューブ構造は、風や地震の揺れからビルを守り、ビルの軽量化や100回以上への超高層化を可能と、 する技術的アイデアであり、その後完成したワールドトレードセンターやアオンセンターもこの構造を採用している。特にこのビルでは縦方向や横方向のほか、さらに X 字型のフレームで補強をしている。これは超高層ビルの構造をより丈夫にし、ビル内部の柱を極力なくして、オフィスに柱が立ち並ぶ事態を避けるための工夫である。頑丈そうなフレームが壁面を覆う。 独特の外観は、ジョン・ハンコック・センターを建築史上でも、記念碑的な存在としている。こうした、構造表現主義的、ハイテク建築的手法は、1980年代以降、香港、上海銀行、香港本店ビルなどを手掛けたノーマン・フォスターらが、多用しているが、構造エンジニアでもあったファズラー・カーンが、その先駆的役割を果たした。 内装は1995年に一新され、ロビーにトラバーチンや模様入り大理石が貼られるなどした。ビル外側の楕円状の公開口は、季節の草花や3.7メートルの滝がある市民の憩いの場になっている。ビル髪型は夜になると白くライトアップされ、シカゴ全域から見ることができ、さらに祝日ごとにライトアップの色が変わる。ビル展望台から見たミシガン湖。 ありがとうございます。